今日はキリンを描いていくよ。まず頭の部分を描いて、鼻、耳、角を描いて、次に目を描くよ。こっちも描こう。次は体、足、お腹を描いて、前足を描いて、もう一個の足を描くよ。で、後ろの足をもう一本、尻尾を描いて、最後に背中、枠を縁取って、次は色を塗っていくよ。色は黄色だね。で、体を塗っていくよ。ぬりぬり、ぬりぬり。綺麗な黄色だね。ぬりぬり。よし、体が塗れたね。次は顔を塗っていこう。顔も黄色。次はピンクで角を塗っていくよ。鼻もピンクにしてみよう。足の先もピンクだよ。かわいいね。ぬり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 。尻尾もピンク。キリンの柄のシールで表していくよ。ペタ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 。綺麗だね。いい感じにできてるかな。もうちょっと貼っていこう。小さいシールも貼ってと。よし、もう一個。うん、もう一個いいね。耳にもペタペタ。次は草を塗っていくよ。ぬり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 。草原を走るキリンだね。足の間も塗っていこう。最後に音符を書いて。赤で塗っていこう。次は何かな？これは水色で空を描いてるね。ぬり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 。うん、空ができたね。目を描いて、字も描いて。これでキリンの完成だね。草原を走るキリンだよ。